とりあえず今の企業を出て何かしないといけないという思いに駆られて、とりあえず日系のコンサルに行ってみようとかですね、なんかベンチャーに行っていろいろ裁量がある仕事をやって実力アップしようとか、いろいろ一生懸命考えて情報収集をして、今いろいろありますよね、SNS、Twitter とかウェブサイトもたくさんありますし、そういう情報を仕入れて頑張って動いてるんですけども、実は 90% 以上が的外れというかですね、そっちのキャリアに行くんだったらそっちじゃ、その選択じゃなかったよねとか、そこに行く前にアルファにご相談いただいてれば、キャリア選択を最短でゴールに到達できたのにとか、あるいはそもそも将来こう自分がなりたいものとか行きたい場所がまだ明確じゃないっていう方も本当にたくさんいらっしゃいます。ですので、今日はこう年収3000万ルートの保存版として、特に年収が高い業界で皆さんが将来的には経営人材とか、やっぱり資本家、株主、そっちの方に向かっていけるキャリア戦略っていうのを解説していこうと思います。具体的には PE、外銀、VC、外資コンサル、それから外資系企業の CEO、COO とか CFO、あとこうベンチャー、自分でスタートアップ起業しようっていう、それぞれの職業、ポジションに対して、こういうルートで行くのが最短ですよ。逆にこういうルートでしか行けませんよっていうのを、もう保存版として解説していこうと思います。なので、ぜひ今日の動画見ていただいて、必ず転職する前には見ていただいて、あるいは MBA 行く前にもですね、見ていただいて、自分の選択が合っているのかっていうのを確認してから動いていただければと思います。で、その上で、じゃあ転職とか MBA とか、いろいろ皆さんレジュメを作ったりとか、エッセイ書いたりとか、面接があったりするので、そういった対策も含めて、まずはいつでもご相談いただければと思います。無料相談をまずはやってますので、今すぐ土日祝日平日もやってますので、ウェブサイトの方からご相談ください。アルファアドバイザーズ無料相談で検索していただいて、今すぐ無料相談というボタンを押していただくと、無料相談のチャットが出てきます。今、公式の LINE でもたくさんご相談いただいているので、LINE も活用いただければと思います。今日はアルファ代表のリスミさんと私、坂下でお話していきます。リスミさんは商社からシカゴ大学の MBA に行かれて、その後外資系の投資銀行部門に行かれて、アルファを起業して、今15年間本当にたくさんの方をサポートをしています。で、今日はリスミさんとも話していくんですけども、本当に結構ですね、 YouTube でいろいろ発信していると思っているんですけども、 YouTube いろいろ見ましたっていう方でも、いや、そのキャリアの選択はあなたが行きたい方向にいけないですよ、あるいは遠回りになってしまいますよっていう考えを持っている方が本当に多いんですよね。なので、今日はちょうどそういう方とも複数名お話ししたので、今日のテーマを持ってきて、リスミさんとお話したいと思います。で、私はヘルスケアのキャリアをずっと歩んでたんですけども、そこから今日のキャリアっていうところでいくと、スタートアップの方に移行して、途中で外資コンサルとかもね、内定したりはしたんですけど、自分はベンチャーの方で、自分でメンタルラボと、あとアルファアドバイザーズっていう2つの事業を運営しております。あと今、アルファでも転職のご相談非常に多いので、企業さんに皆さんをご紹介したりとか、皆さんと相談、無料相談させていただいたりっていうことをやっております。はい、LINE こちらですね、無料相談ぜひ入れていただければと思います。今日は皆さんからいただいているご相談、実例が最初にあった方が分かりやすいかなと思うので、そちらも取り上げながらお話していこうと思います。で、この方は国内のコンサルにいるという方で、キャリア相談で来られています。33歳で国内コンサル勤務です。コンサルには前職のマーケティング職から転職しております。今後、海外勤務したい、PE または VC に転職したいという理由で、ミッドキャリアの MBA を目指したいと思っております。経営という分野で働いていく上では、ある程度の学校のネームバリューも必要かなと思う点。また、アメリカの MBA 希望のため、MIT スローンを第一志望としています。キャリア選択や MBA について、ぜひアドバイスいただきたく、よろしくお願いいたしますと。そうですね、この方は33歳なので、ミドルキャリアもいけるし、フルタイムもいける年齢かなっていう皆さんを見てると思うんですけど、30代の方のご相談もね、リスミさん、非常に多いですね。30代だと遅いですかっていう声もあるんですけど、全然遅くなくて、30代の方も非常にたくさん MBA とかも行かれてますね。はい、ですね、本当に30代、20代、30代、40代の方の、ご相談、非常にたくさんいただいております。で、エミさんが言ってくれたみたいに、やっぱりですね、その何事も、そのどの山 の, 頂上を目指すのかっていうことによって、やっぱりそのルートが変わってきちゃうんですよね。で、そもそも間違えたルートを登ってたり、全く考えずに、なんか適当な山登ってる人っていうのはやっぱりかなり多くて、やっぱそういう人は、できるだけ早く、本当、一日も早く、その登るべき山の頂上を特定して、で、その山に自分をこうシフトさせて、しかるべきルートでそこを登っていくっていうことをされた方が、効率がいいし、早くその分野で専門性を高められて、かつ給与もね、2000万、3000万って上がっていけるので、間違えたキャリアを進んでいくと、まあ、ほぼほぼあまりいい結果にならない、で、ぐちゃぐちゃっとなって終わりっていう人たちがやっぱりすごく多いし、そこは早めにアルファに来ていただいて、登る山を決めるところからご相談いただければと思います。で、そういうご相談もすごく多いので、ちょっとどの山登ればいいですかねと。ところからでも
本当に気軽にご相談いただければと思います。で、この方の場合は、まあ、いろんなポイントがあるんですけれども、まあ、国内コンサルで、そのマーケティング職から転職と、で海外に勤務したいとか、まあ、PE または VC に転職したいということなんですけれども、まあ、そもそも海外勤務という山と PE という山と VC という山は全然違うんですね。だから A山でも B 山でも C 山でもそのどこでもいいからあの頂点に行きたいというのは結果としてはその何にもならないということになります。でただやっぱり山に登るにはまずその山に登るためのチケットがいるよねっていうのでまず MBA ミッドキャリア取りに行くというのは、まあ、そこは正解ではあるんですけど、その後どこの山を目指していくのかっていうのはやっぱり最初から決め打ちしていかないと PE と VC でも全然違いますし、あとは例えば国内 PE とか国内 VC とかですと多分その海外勤務っていうのはほとんどないと思うんですよね。外資系の PE とか、まあ、あのティア1の VC とかっていうのは基本的には国内の投資、日本国内の投資をメインにしているので、そこから海外駐在ってあんまないと思うんですよね。ただ MBA 行った後に、例えば VC、海外の VC とかに入るとか、まあ、海外の PE に直接日本人が入れるっていうのはなかなかないと思いますが、英語ができたり、ね、ほぼネイティブとかだったらできます。英語ネイティブとかだったらいけると思いますけど、まあ、そう考えると、やっぱり海外勤務を目指すのか、PE を目指すのか、VC を目指すのかっていうのは、まあ、やっぱり考えないといけないということです。で、あとはまあそうですね、経営というのはその通りなんですけれども、あの学校のネームバリューは必要かっていう問題に関しては、まあ、まあ、学校のネームバリューね、まあ、あってもいいかなっていう感じはしますけど、なんかあったからといって、別になんか絶対 PE に入れるとか、絶対 VC に入れるということは、まあ、あんまりない。本当にティア1の、PE とかに入るんだったら、やっぱりそれこそ、この前言ったような、まあ、アメリカとかヨーロッパとか、のトップファイナンス MBA スクールに入るのが一番おすすめではあります。ただ、まあ、そこに入れなくても PE とか VC には入れるんで、まあ、必ずしもその圧倒的なネームバリューが必要かっていうと、そういうわけでもないと。一方で、ちょっとそういうその、まあ、やっぱり軸っていうか、そのキャリアの軸としてマーケティングから国内コンサルみたいな風に言ってしまうと、基本的にそのファイナンスがないんですよね。で、そのファイナンスがないと、やっぱりその後ファイナンスのキャリアに結びつけていくっていうのがなかなかしんどいんで、まあ今もその就活とか見てたり我々しますけども、たくさんのね、学生の人とか、やっぱり最初からファイナンスやりたい人は、最初から投資銀行とか受けてますし、やっぱりそれはもう最初の就活の段階から、まあ結構決め打ちしていってる人の方がやっぱり強いし、まあ、事業会社とかでも財務とか経理とか、そういうことをやってる人の方が、まあ、私もその住商で主計部とかプロファイルとかやってたんで、やっぱファイナンス会計の、まあ、その軸は実はずらしてなかったりするんですよね。なので、その本当にファイナンスやりたい人っていうのは、結構キャリアの最初からファイナンスに、どの会社にいてもですよ。例えば国内日本の会社にいても、事業会社にいても、別に金融にいても、テックにいても、やっぱり会計とかファイナンスに寄せた方が、その一貫性、専門性の一貫性という意味においてはすごくよくよくその後半キャリアの後半になって立ってくるんで、それはおすすめかなとは思いますね。はい。で、MIT スローン結構我々も受かってるんで、いい学校です。はい、本当いい学校なんで、でちょうどもう今年のファーストラウンドに向けて MIT スローンとかスタンフォードとか MSX とか、まだ USC のミドルキャリア間に合うんで受けたい、今日もね受けたいっていう人いましたけど、USC はまだ間に合います。多分 USC とハルトぐらいかな、大所でまだ間に合うのはそうで、他はスタンフォードとか MIT はもう今から準備をして、今年のファーストラウンド、秋出願、もしくはコロンビア大学の MBA とかのですね、まあ、6月、5月、6月出願を狙われる方が多いので、ぜひ早めにMIT のスローンをしっかりとですね、狙っていかれるといいと思います。まあ、その前にしっかりとですね、アルファで、まあ、どの山に登るか、あとはまあ一義的にはやっぱりそのエッセイとしてどういう一貫性のあるエッセイを書くかっていうポイントあるんですけど、その辺の話ができればと思いますので、将来的に PE 行きたいとか VC 行きたいとか海外駐在したいとかっていう人はですね、ぜひアルファに早めにご相談いただければと思います。はい、では次の方ですね。この方は外資系企業、今は日
企業にいらっしゃる方で、外資系企業への転職や海外 MBA についてご相談したいです。日本の一般企業で約4年働いていますが、業務内容や転勤制度に不満があり、転職キャリアチェンジを考えています。もともと海外に興味があり、外資系企業や日本企業の海外部門で働きたいと考えています。しかし現職で培ったスキルはこれといってなく、海外 MBA をしてから転職した方が良いのではと考えています。海外 MBA となるとどうしても費用が高いイメージがあり、奨学金制度についてもお伺いしたいです。何卒よろしくお願いします、という。この方はどうでしょうね、比較的珍しい、MBA 行ってからの方がいいんじゃないかという、自主的にこういった形でご相談されるタイプの方ですね。はい、まあ、この方も何をやってるかにもよるんですけれども、おっしゃる通り、やっぱり転職は、MBA に行く前の転職っていうのは、すごく慎重になった方がよくて、まあ、その転職したいっていう人もかなりアルファに来てくれてるんで、そのあたりのアドバイスも、僕らはまあむやみに転職させるわけでもなく、まずやっぱりキャリア戦略っていうのはすごい大事なんで、キャリア戦略を作って、まあ、転職した方がいいねってことであれば転職サポートしてるっていう感じなんですけど、はい、転職はですね、よく皆さんも、会社、皆さんの会社とかで結構皆さんおっしゃられるんですけども、転職する人はいるんですけど、じゃあどこ行ってんのって話をすると、やっぱりほぼ同業他社で同じような仕事をしてると。で、しかもそういうところもあまり合わなくて、すぐ辞めたりしてるっていうですね、本当にもう、こう、坂道を転がり落ちるように、キャリアを落ちていく人たちが多くて、まあ、自利品キャリアって我々言ってますけれども、本当に同じ MBA 行く前に、同じ業界の、違う会社で同じような役割、例えば経理だったら経理、エンジニアリングだったらエンジニアリングとか、営業だったら営業で、他の同じ業界の他の会社に転職するというのは全く意味がないので、会社を辞めたいとか会社に不満があるっていうのは皆さんよく分かりますけれども、一番やってはいけないのは同業他社に同じような部署で転向していくっていうのは本当にやってはいけないこと。それはぐっとこらえて海外の MBA に行くべきだと思います。つまりステップアップにならないし、あとは日本のね、事業会社っていうか会社は皆さんよくご存知の通り、やっぱり新卒生え抜き絶対主義というかですね、絶対上位の世界じゃないですか。したがって、その転職者っていうのは基本的にはまあ冷遇されるので、あまり偉くもなりませんし、給与が日本の会社だと別に外資系に移って3倍になるんだったらいいですけど、そういうわけでもないので、転職する意味っていうのはほぼないんですよね。ただ、しかも、その今の会社が不満だからって言って、同業他社行っても、ほぼほぼ同じ不満しかないと思うんで、しかも、戸様扱いされて、じゃあ、それに頼るだけの、そのメリット、リターンがあるかというと、大してない。からすぐ辞める。そうすると、もう、あっという間に、もうなんか、キャリアがぐちゃぐちゃになっていく、ぐちゃぐちゃキャリアになっていくんで、本当に辞めた方がいいです。なので、もう会社嫌だなと思ったら、もう今すぐアルファにご相談いただければと思いますし、まあ、そしたら海外の MBA とかサクッと行くのがいいと思います。で、まあ、この前費用の話をしましたけれども、まあ、1000万とか2000万とか3000万というのは皆さんの長いその人生とかキャリア、もう80年とか90年生きるキャリア、しかもその途中でその働く、まあ、何か上場とかしてね、上がれればいいですけれども、上がれないとすると、やっぱり永遠に働いていかないといけない世の中において、海外 MBA で2、3000万使っても、あまりあるその後の給与の方が、まあ、高いっていうの方が断然そのリターンが大きいんで、最初から400、500万で途中で切られるよりは、まあ、700、800万でもいいです。700、800万で45歳とか50歳、55歳とかでさよならされるよりは、断然その海外 MBA に行って経営人材になって、外資系とかファンドとか、そっちに行って高い給与もらった方が断然いいので、ぜひ、早めに、こういう方もご相談いただければと思います。あと、奨学金制度は、奨学金制度はまあ民間のもありますし、あと学校のもありますけれども、比較的早めに、まあそうですね、なんかフルブライトとかは、今年もアルファからフルブライト奨学金もらった人いますし、あとはね、あれも言いましたね、ジャストの奨学金も1000万ぐらい、フルブライトでいくらだっけ、フルブライトは1年目とか2年目。800万ぐらいもないんだ。合計したらそのぐらいかもしれないですね。そうですよね。多分ジャストの方がジャストで1000万もらえたとか言ってたから、でね、結構ね、アルファは奨学金、そういう外部の奨学金はエッセイとか面接とかあるんですけど、そういうのをサポートして、私もフルブライトとかジャストの奨学金獲得者出してるんで、ぜひ早めに、もうそろそろ5月とかでしたっけね、フルブライトは。そうですね、フルブライトが一番早いかもしれないんですね。そうだからフルブライトは結構そのいい奨学金ですし、
受かったらね、なかなかこう得点があるというか、あのネットワークもすごいし、あのトップ校受かりやすいんで、早めにアルファに来て、ちょっとフルブライトもやりたいんですみたいなこと言っていただければ、あのもろもろサポートできると思いますので、ぜひあの早めにアルファにご相談いただければと思います。はい。はい、この方もキャリア相談で、現在25歳です。日系企業で IT コンサルとして働いています。中期的なキャリアの目標として GAFAM を目指しており、現職を継続しても何も専門性のない人材になってしまう将来が鮮明に見えてしまったため、社内移動と、転職活動をしています。そして以下の3つの選択肢が想定されるため、どの選択が最も適しているかや、他の選択を検討すべきなどコメント、フィードバックいただけますと幸いです。1つ目が社内でセールス、部門移動して営業力を身につけつつ IT 知見を高める。2つ目がファズのデジタル部門に転職する。会計知識を高めつつ IT 知識を進化させる。3つ目がベンチャー企業でビジネスデベロップメントに転職をする。ビジネスデベロップメントの経験を早くから積む。また海外経験がなく英語力が低いため本職の経験を積みながら海外留学や海外ムービーにチャレンジしなくてはならないと考えております。こちらのタイミングや取得すべき学位などざっくばらんに助言をいただけますと幸いですと。こういうご相談も非常に多いんですけど、これ どうですかね、なんかあの YouTube を見てる方は皆さんどれがこれね、と思うんですかね。いや本当にあの典型ですよね。そうですね、特にあの、30代ぐらいになってくるとそんなにこういう選択肢で迷う方はなんか少ないかなって印象はあるんですけど、比較的若手の方とかは多いかもしれないですね。そうなんですよね。なんかこう、富士山、今東京にいて富士山に行きたいんですけど、とりあえずその渋谷に行くのがいいですか、新宿に行くのがいいですか、六本木に行くのがいいですかっていう質問なんです、これ。あ、そうですね、確かにそういうふうに抽象化するとこの方に限らずすごく多いパターンですね。だから、いやね、だからいや別にどこでもいいんじゃないですかっていう話で、いや別に今新宿とか渋谷とか六本木とかに行く必要ってありましたっけっていう話なんですよ。直接ね、富士山行けばっていう話ですよね。だからそのじゃあその GAFAM として行くのはいいんだけど、じゃあ GAFAM で何をしたいのかっていうのも多分定まってなくて、でいろんな仕事があるんですよね、GAFAM だって。で、そのよくなんか GAFA とかに行きたい人たちって、まあ、90% ぐらいの人は GAFA で何の専門家として採用されたいかっていうゴールのイメージがないんですよ。だからそれに向けて何をすべきかっていうその逆算がないから、とりあえずなんか今いる地点から行けるところみたいな、そういう発想のキャリア戦略というよりかは、次の一歩行けるところどこですかねみたいな、もうなんか見えるところだけで探すみたいなね。そうですね、自分の見える範囲でどうしても探してしまいますよね。だって見えないところはわからないから。だってさ、そもそもさ、なんかね、富士山行きたいって言ってるのに、なんでその 目先で見えるところしか言わないのかっていうね。しかもその自分がどうなりたいかによってどういうステップを踏むべきかって全て変わってくるじゃないですか。そうですね、で GAFA とかって、まあ、特に、まあ、日本とかだと MBA 卒とかも普通に取ってるし、そのビジネスディベロップメントサイドに行きたいんだったらやっぱり MBA とかいるしね。でその、社内でセールス行っても今もう GAFA とかもセールスとかはまあね、その会社にもよるけど Google とかは結構外に外部委託とかしてますし、デジタル部門行って会計知識を高めつつ IT 知識って、じゃあ会計の専門性なのか IT のプロなのかどっちやねんみたいな話だし、ベンチャー企業でビジネスディベロップメントやっても本当にベンチャー企業でなんか MBA 行く前にベンチャー企業に入る必要はほとんどないと思うんですよね。だから専門性はまず1番でも2番も3番もほとんどつかないし、まあ、中途半端ですね。でかつ海外経験がなくて英語力が低いってことは多分その GAFA に入ることもできないので、まあ、全ての選択肢を取るべきではないという結論になるということです。したがって大事なのはまだ25歳で若いので、やっぱりそのGAFA行きたいのは別にそこは否定しませんけど、GAFAでどういうプロになりたいのか、どういう専門性を身につけてGAFAのどういうポジションで働きたいのかっていうところをまず決めてから、そのどういう、その後じゃあ MBA 行くのか、それもしかしたらコンピュータサイエンスとかデータサイエンスかもしれないし、いろんな選択肢があるんで、そのゴールを決めてからそれに向かってどういうステップを踏むべきかっていうのを逆算でしっかりと考えていくと、多分1番も2番も3番の選択肢も出てこないと思うんですよね。
はい、なので、でもこれは本当に典型です。本当に多いです。この類型というか、この形のご質問というのはものすごく多くて、うん、そもそも行きたいところがあるんだったら、そこにダイレクトに最短距離で行けるルート行くのがやっぱり皆さんのキャリアであり、でどう最短距離で行くのかっていうのを考えるのがキャリア戦略なので、うん、そのゴールなきキャリアっていうのは全く意味がないです。だからそれは絶対やってはいけないです。でもそういう人ばっかりですよ。でもそうですね、でも気持ちは分かりますね。あの今はアルファでこんなにたくさんの方のキャリアを見て、イリスミさんとかね、あのキックオフにも同席したりして、私も分かってきましたけど、なんかかなり解像度が低く、とりあえず実力をつけなきゃみたいなざっくりした感じで動いてしまう方が多いなという気がしますよね。実力をつけなきゃとか、何かな売れそうな専門性をつけなきゃとか。そうだからね、焦る必要ないので、あの、ね、自分だとなかなかね、そのこの山のてっぺん行きたいって分からないから、分からないからとりあえず今なんか 目先で見えるところに、まあ、今のところにいてもあんまり成長ないだろうなっていうのは多分皆さん分かっていて、うん、じゃあ他の選択肢としてなんかあの右足出せば届くみたいなところの選択肢しか見ないわけじゃないですか。確かに。まあでもそうですね。そうですね。それはキャリア戦略とは言わないので。そうですね。キャリア戦略っていうのは皆さんの10年後、20年後のゴールに向けてどういうルートを通っていくと最短で最高のその仕事、ポジション、収入を得られるかっていうのの、そこのルートのことをキャリア戦略っていうので、何度も言いますけど、ゴールなきキャリア戦略っていうのは本当に意味がない。はい、まずはキャリアゴールは長期ゴールを決めるところからぜひアルファで一緒にお話しさせていただけるといいと思いますし、あの結構ね、その半分ぐらいとは言わないけど、まあ4割ぐらいの人は最近キャリア戦略から入ってくる人が多いので、まああとはその MBA 直接行きたいですっていう人はまあ多いんですけど、あとまあ転職2割ぐらいかな。はい、なのであのぜひですね、早めにアルファに来ていただいて、キャリア戦略からで全然いいので、あのまずキャリアで長期ゴールを決めるっていうところからやるだけでも相当皆さんのキャリア戦略、キャリアがシャイニング、輝かしいものになっていくんで、今度騙されたと思って、あの皆さんね結構感動してくれるので、あのキャリア戦略に関してはあのぜひですね、まあ、しかもめっちゃ安いんで、普通なんか40万ぐらい取ってるところもあるらしいんですけど、僕らはその10分の1ぐらいでやってるんで、はい、ぜひ早めにアルファにキャリア戦略だけでも相談に来ていただけるといいと思います。はい、ぜひご相談ください。本当にいろんなバリエーションがあるんですけども、今日はあのここからはですね、各業界であの皆さんに人気があるというか、やっぱりアップサイドが大きいような業界とか、資本株主側につけるような業界ということで、ルートをご紹介していきたいと思います。まずはラージキャップの PE ですね、はい、P ファンドは先日も動画で結構詳しくお話したんですけど、こちらはこの4つのルートで行くということですね。はい、あの皆さん結構ですね、なんかあんまり僕らは結構そのルート知ってるんですけど、知らない方も結構いらっしゃるみたいなんで、一応その、まあ、もちろん分かってらっしゃる方いると思いますけど、一応まあこういうルートを行くといいよっていうのをあの指し示して、まあ、皆さんの、ね、いろんな仕事があるんでこれに限らないんですけども、一応なんかまあアルファに来る人たちがやっぱここに行きたいっていう人気のその企業とか職種にどうやってアプローチすればいいかっていうルートについてちょっと簡単にまとめたんで、これ細かく言うとなんか本一冊分ぐらいになるんで、あの本当は本とか出したいんですけどまあ一応簡単にご説明します。でまずはそのカーライルとか経験あると